岸尾大輔、岸尾大輔、岸尾大輔、1974年3月28日体は、日本の男性声優、歌手、ナレーター。本名、旧芸名、岸尾大輔、読みは同じ。三重県松阪市生まれ、愛知県小牧市育ち。代々木アニメーション学院声優タレント科卒業。東京俳優生活協同組合、廃墟、ホリプロを経て、 2014年4月1日から青ニプロダクションへ所属。代表作に、ゾイド、ゾイドマイナス、バンフライハイト、ドラゴンボール改め、ジース、ファイナルファンタジーマイナスに、ノエルクライス、レミーの美味しいレストラン、レミーなどがある。三重県の実家で出生し三重出身になっているが、育ちは愛知である。小学校時代はサッカー部に、 中学校時代は水泳部に所属。中学生の時、ジャッキー・チェンの吹き替えの石丸広屋を知り友達から借りたパロディ CD ドラマをきっかけに声優という職業の存在を意識する。進学した高校で放送部顧問の担任に勧誘され放送部に入部。ナレーションを入れた学生ビデオコンテストで東海大会の特別賞を受賞。 こういったことがきっかけで声優を志すようになる。1992年、高校卒業後に、声優をやりたいと自分の気持ちを両親に強く伝えたところ、はじめは、猛反対され卒業後は一旦工場に、就職していた、だんだん両親も理解を示すようになった。代々木アニメーション学院名古屋校に入学し、卒業後状況、三谷裕二に指示。 1996年、三谷がディレクションしたアニメ、水色時代で、声優デビュー。第一話でスタジオを見学しに行ったところ、球長役に抜擢される。その後も主人公の友人役で、レギュラー出演が決まり、同時に三谷の付き人として、働くようになる。当時所属していた劇団は、腰を痛めたのが元で対談。声優専業で活動することを決める。 新たな事務所を探すが、本所属の申し出がなかったため、バイトをしながら、廃墟の養成所で学ぶ。1997年、廃墟ボイスアクターズスタジオ第12期生となり、廃墟所属へ。1999年、ゾイド、ゾイドマイナスの、バンフライハイト役でアニメ初主演。2006年3月、廃墟45周年記念映画、リターンに主演する。 2007年6月1日より、岸尾大輔に改名。改名の理由について、深い理由はないとのことだが、前の名前は、自覚が悪い、事務所のボイスサンプルサンプルの変更年で、タイミングが良いなど色々なタイミングが重なり、改名に至った。2008年10月、映画、ヘルズ・エンジェルスが、第21回東京国際映画祭にて、初公開され、 旧党留役として出席。2010年9月、長年所属した東京俳優生活協同組合を、円満大会。同年10月より、フリーで活動していたが、2012年6月1日付で、ホリプロへの移籍を発表し、公式サイトも創設される。その1ヶ月後には、ファンクラブが結成された。2014年2月1日、諸事情により、 再度フリーで活動することになったが、2014年4月1日に青にプロダクションへの移籍を発表した。2003年に水島大中とのコンビ、バックドロップス、バックドロップを結成。その後2005年にコンビ名を大豆、大豆と改め、本格的に活動を開始。2006年2月には並川大輔とのユニット DD を結成。 同年8月にサウスツーノースレコーズに所属し、DD としてデビュー。大輔名の声優5人のユニット大輔のメンバーでもある。ただし、これら3つのユニット活動は現在は休止状態である。7人組の男性声優ユニット、謎の新ユニット STA メンのメンバーとしては2002年の結成当初からユニット活動を行っていたが、2013年から無期限活動停止中。 2016年6月、サウンドクリエイターイロキチ、色吉、色吉と、ロックバンド、ダッキー、結成し、デビューシングルを発売。個人名義では2012年3月28日、ビクターエンタテインメントから、ファーストアルバム、バースデーで、個人名義での歌手活動を開始し、オリコンウィークリー初登場19位を、記録、6月10日には、ファーストライブを、原宿。 アストロホールで開催することも決定し、そこでファンとメディアに向けてホリプロ入りも報告した。7月にライブ関連の写真集を発売し、8月から10月にかけて東名阪でライブツアーを開催した名古屋公演は8月26日に開催予定だったが、風疹にかかって約1週間の病気療養中だったために10月2日に延期された。 2013年10月2日に、フラインドッグから3種類のジャケットと収録曲が異なる500円シングルを発売予定。CD は年内までの期間限定生産となる。アルバム発売の時と同様に CD にハイタッチ券を封入し、10月12日にハイタッチ会も開催予定。収録曲の作詞は、岸尾が担当している。胃腸が弱く食物アレルギー、エビや、 花粉症の持病があり、過去には、ノロウイルスにかかったり、風疹にかかったことが原因で、当初8月に予定されていた、ライブツアーの名古屋での予定を延期したと、その間に予定されていた、アニソンプラスナレーションの収録は、岩田光雄が、当時生放送されていたラジオのほぼアドリブスは、平川大輔が、代行があり、冬にも帰還支援、胃腸炎インフルエンザと悪化して1ヶ月ほど、 寝込んでいたことがある。幼少時代から非文章であったこともツイッターで明かしていた。体力づくりのために自転車をはじめ、自転車のことを野島博士に聞いていた。川越市で行われた神様はじめましたのイベントには、都内から会場まで自転車で走ってきたことがある。本人によると、かなりの人見知りで、それをごまかすためによく喋る。趣味は仕事、自転車。 特にはモノマネであり、特に森久保翔太郎の声真似をよくしている。野沢雅子を尊敬している。過去に小野大輔が岸尾の個人イベント大輔大作戦に映像出演したことがある。小野のアルバムひねもずは小野のデビュー時に大輔名声優の一人として岸尾もデビューメッセージをランティス経由で送っており、岸尾が小野に頼んで、 アルバム曲を、キシオの個人イベントの会場で流していたほど気に、言っていた。FF13 から2では、キシオは、主役の一人のノエル役だったが、スミサイコが演じるもう一人の主役のセラと出会った、ばかりのノエルが共に旅をし、セラの婚約者であるスノーとは別行動という、設定なので、スノーであるオノからは別の収録であった時に、真男と呼ばれると話している。大助大作戦には、 普段から交流が深い廃墟時代の年上の後輩であるナレーターの荒井雄一やインディーズ歌のあるがまふやの有賀俊介、新居と同じく廃墟時代の後輩である北大輔、井口雄一、出崎拓也、匠、安明なども出演している。岸尾の初アルバムの表題曲、バースデーのタイアップが決定したのは新居の仕事先の一つ、ハッピーはピー。 モーニングハッピーモノ番組プロデューサーに曲書きに入られたことで決定したケインる。平川大輔、寺島拓篤氏は過去に大輔大作戦に出演したことがある。星総一郎や寺島とはモンスターハンターを共にプレイする中でもある。前野智明とは現場等でドラゴンボール好き同士語り合う中。ヒューガは前野寺島は 岸尾のファーストシングルの PV にも出演した。太字はメインキャラクター。太字は放送中はインターネット配信。太字は放送中は,送中は送中インターネット配信。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。